変お待たせして申し訳ございませんでした。今回の企画の発端はですね、私が YouTube の企画を考えている時に、私たちの世代のみんなはどんなことを気にして普段生活しているんだろうなということが知りたくて、またそれにね答えられればいい企画になるのかなって思って、今回は、結構前にインスタの方で、今気になることについてちょっとね募集したんですけど、今回はそれについて答えていきたいと思います。でね、めちゃめちゃね質問っていうか気になること書いてくださって本当にありがとうございます。ということで早速答えていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで早速答えていきたいと思います。わー、めっちゃたくさんあります。スキピのタイプ、優しくて落ち着く人、あと面白い人が好きです。髪を早く伸ばすことの秘訣を教えてください。亜鉛サプリメントと本当に髪が早く伸びるオイルみたいな、毎日繰り返して摂取してたらめっちゃ伸びた。ほらけっけってきた。多分無駄毛処理のことかな。そうですね、私は結構気になってるから剃ってますね。剃ってます。好きな人の好きな人、クーブ抜きました。私の大好きな、もうね、好きな人には猛アタック、告白しちゃいましょう。私もついてていいですか、告白してるところ見たいです。彼氏はいますか。それ聞こう、それ聞いちゃう、聞いちゃう。みんなマネージャーさん言ってもいいですか。ありがとうございます。いません。二人にするには、私はもともと奥二重だったんですけど、それがコンプレックスで今ね普通の二重になったんですけど、ずっとやってたのが、夜寝る前に絆創膏の端っこの部分を切り取って二重幅に貼り付けて、で寝て朝起きた時に取ってっていうのを繰り返してたら、癖づくようになりました。親に何も言わずに課金してることバレてないから気になる。それはちょっとやばいね。めちゃめちゃわかります、その気持ち。私もね結構前にパパとかママに内緒で課金したことがあるんですよ。さすがにやばいかなっていうので、パパにちょっとねちゃんと伝えて、まあ、セーフでした。ひなたちゃんがなぜ完璧な女子なのか、なぜそんな風に見えるのか気になります。人として著しく欠落しております。はい、次。ハート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 、ピーちゃん、はい、何でしょうか。彼氏と話せない、彼氏がいること自体が羨ましいですよ。本当に可愛い悩みですね。私だったら自分から猛アタックするしかな。なんでそんなに可愛いの、なんでそんなにお世辞が上手なの。ありがとう。ゆんたちゃんを見ること。どういうこと、実物見たいってことですか。私もみんなに会いたいです。髪の毛少なくてまとまらない、まっすぐ綺麗な芯のある髪になりたいです。あ、これはコンプレックスなのかな。コンプレックスを考えるだけで頭がパンパンになって、もう気が狂いそうになるじゃないですか。コンプレックスに向き合うしかないですかね。まあ、でもそのコンプレックスが自分ではなんか悪いと思ってても、他の子からすればね全然羨ましいことだったりとかもすると思うので、それが個性だと思って、私もコンプレックスあるから自信を持ちましょう。バナナ、バナナ。なんでバナナになったんだろう。ちょっとその質問の意味が気になるんですけど、次。ひなたちゃんがめっちゃ可愛くなってますます目が離せない。はい、このまま目離さないでくださいね。もうそのままくっつけて、もうちょっとこっち行って、もうちょっとこっち。ああ、ひーちゃんって点点点点ってその後がめっちゃ気になる。気になるよ。全然気になってることじゃないけど、明日運動会だから頑張れって言ってほしい。頑張ってー、ちょっと頑張ってって。でも終わってるよね、多分もうだいぶ前だったから、すいません、お疲れ様です。はい、次。洋服のサイズ、服は基本大人の M を着てます。コロナいつ終わるかな。私もそれめちゃめちゃ気になってます。まあ、いつかは終わるんじゃないかなって思うので、まあいつか終わることを信じてます。はい、前髪のセット方法、以前ね前髪のセット方法を詳しくね動画で紹介してるので、ぜひそちらを見てください。
シャンプーとか何使ってます？いつも見てます、ありがとうございます。ボタニカルっていうやつですね。めちゃめちゃおすすめ。もうずっとここ最近ずっと使ってる。めっちゃ髪の毛サラサラになる。おすすめです。延期になってる体育祭が開催される。またみんなやっぱ体育祭の時期ちょっと終わってると思うけどごめんなさい、頑張って。一応お疲れ様です。遅くてごめんなさい。薬で縮毛矯正かけるか迷ってる。これはね、私縮毛矯正かけてるんですけど絶対かけるべきです。もうマジで絶対かけた方がいい。本当に髪乾かしてだけでも私すっごい癖出ちゃうんですけど、それもね乾かしただけでもピンってまっすぐなってくれるので超おすすめ。アイロンとかかけなくてもいいし、めちゃめちゃおすすめです。ぜひかけてみて。垢抜けの方法、これもね以前動画で出してるのでそちらチェックしてくれたら嬉しいです。最近太ってきたから体型が気になってます。ひなたちゃん大好きです、ありがとうございます。私もずっと気にしてます。この悩みはもう永遠な気がする。永遠に戦い続ける必要があると思います。私と一緒に頑張って戦いましょう。恋、確かに気になる。こういうの待ってました。これから女子高校生になるからズッキュンバッキュンドッキュンプッキュンプッキュンドッキュンプッキュンみたいな恋ができるのかすごくワクワクしております。はい、私すごい恋バナめっちゃ好きなんですよ。だからみんなともうなんか恋バナしてみたいなって思いますね。偏差値めちゃめちゃわかります。まあね、偏差値とかって自分の進学にね関わってくることだからね、気になりますよね。私も気になります。もう私はわかります。あなたは勉強頑張ってますね。だって頑張ってないと気にならないもん。応援しております。頑張りましょう。ひなたちゃん、ストーリーのコメント見てくれてるかな？いつも見てます。本当にありがとうございます。ひなたちゃんがなぜそんなに可愛いのか、これでもですかね。これでも可愛いって言いますか、はい、次。洗脳のやり方怖い。その能力はもう世界平和として使っていただきたいですね。ひなたちゃんの弱点って何？まあ、基本脳みそですかね。ニキビ予防方法、オードムーゲっていうブランドがあるんですけど、全部クリームとか化粧水とかいろいろあるのでそれめちゃめちゃおすすめです。使ってみてください。肌荒れがすごい、めっちゃわかります。私もねすっごい肌荒れてます。もう考えるだけで嫌ですね本当に。体重がキープできないこと、まあ、でもダイエットは無理しないことが一番だし、私もね今体重キープ頑張ってるので一緒に頑張りましょう。太ってるから痩せたい、共感の嵐。もう女子の延々のこれ悩みですね。女選手たちよ、さあ立ち上がれ。ひなたちゃんの部屋ルームツアーから、お部屋の私もやりたい。自分の将来の夢めっちゃわかる。考えるも私もよく、何してるんだろうなってめっちゃ考える。頑張りましょう。スリーサイズとか気になるよねみんな。女選手たちよ、さあ出撃。一人で行動する女子高生ってどう思いますか？いやかっこいい。私もね一人で行動してみたいです。一人で何もできないからあなたみたいにかっこよくなりたいです。ダンスを覚えるコツは何ですか？ひなたちゃんはダンスをどうやって覚えてますか？私はね覚えるのすごく苦手なの でも参考にしたいダンス動画をそれをスローに見返すことですかね。ひなたちゃんの身長、154.5 伸びました。ひなたちゃん大好き、ありがとうございます。私も大好きです。足なんでそんなに細いの？私結構上半身にお肉がつきやすい人で、下半身にあんまりつかないタイプなんですよ。筋肉も全然ないんですよマジで。やっぱり筋肉あってスラッとしてる人がすごい憧れですね。勉強集中できなくなった時どうしてるの？もう私も集中切れたらもう一気にもうやる気なくなっちゃう。最初から15分勉強して5分休憩、15分やって5分休憩っていうのを繰り返してると集中しやすいらしいです。私も実際やったことあるんですけどめっちゃ集中できる。あと周りになんか携帯とかなんかそういうものを置かないようにしてることですかね。周りの友達からの目とかどう思われてるのか、あーめっちゃわかります、ね、SNS 上での目は気にならないんですけど、普段周りにいる友達とか
身内の人とかはすごい気になっちゃう。だけど本当になんかそういう理解してくれてる子がいっぱいいるので、私はすごくありがたいですね。気にしないです。私は頑張って気にしないようにしてます。バスケのプレーを見てみたい、見せたい、動画とかでやりたいですね。いつか見せると思います。多分質問行ってますか。お仕事で行ったことはあります。このね、動画にも上がっているのでぜひ見てください。近くに、地元に脱毛サロンできたんですよ。だからそこ行こうかなってちょっと友達と話してきました。彼女ができない、私も彼氏ができない、どこにいるかな。はい、次、これ最後の質問にしましょうか。座右の銘、笑う角には福来たるです。これみんなも聞いたことあると思うんですけど、これ本当にマジでその通り、辛い時にはこれを考えますっていう感じで、たくさんのコメントありがとうございました。もうね、私は精一杯たくさんめちゃめちゃ答えたつもりなんですけど、まだねちょっと答えられてない部分とかもあったと思うんですけど、そこはご了承ください。またね、こういう動画撮ってほしいとかがあったら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれチャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。